では今回は信長の野望創造戦国歴史で小早川秀秋プレイの続きをやっていきたいと思います。ご命令を報告いたします。まずはですね、今後の戦略っていうところのお話を先にしておくと、結城徳川両方相手にするのは正直しんどいので、もう結城に関してはね、今ご覧いただいている通り、贈り物外交、貢ぎ物外交、土下座外交へと移行します。もうこれはねしょうがない。で、あと四国を前回平らげてるので、これは稚魚としてね、もうこっそり開けちゃいましょう。ここをね、さばいている必要も特にないかなと思いますので、こっそり開けちゃいます。しっかり、その代わり、収めてねっていうところですね。で、小早川秀秋は、朝廷外交を展開中です。で、その他で言うとですね、まずは交渉で石田ですね、婚姻同盟があるんですが、これをね、どっかのタイミングで進化させておきたいなというところですね。で、あとあるとすれば交渉で、いや工作かな、武将がいないんで今できないが、じゃあターンを進めちゃいます。よし、結城に対してはこれで一旦信頼状態になったので、この状態をキープしましょう。ご命令ください。報告いたします。キビキビしてるけどね、報告いたします。めちゃくちゃ先月の終始です。そうしたら千代ちゃんを、山内和豊の妻千代、結城秀康のところに送り込んで、これで外交を展開してもらいます。あとは稚魚で任命できるのがきっと九州の方もね、一部同盟を結ぶのをやめ、同盟を結ぶのをやめたっていうよりかは、どっちかっていうとあれなんですよね、連合を組むのをやめたんで、九州の大名同士が潰し合いを始めたので、立花家を取り込みました。こんな感じですね。クルリン攻めてくるのは誰かというと、敵が我が領内に向かっております。ガモーだな。ガモーの軍勢とぶつかるのは構わないんだけど、そのいざこざで結城と戦闘になると、そこでも信頼関係が崩れるので、ここは兵を引きましょう。戻ります。騎乗する、騎乗する、騎乗する。まあ、ガモーが来たらクルリ城で敵を迎え撃つというね、ところでいいかなと思います。じゃあヨリキをね使わしておきましょうか。何人かヨリキをね差し出しましょう。で、残りは手元に置いて外交をやってもらいたいので、まずは石田に関しては100に戻しておきましょう。で、毛利に対しても100に戻しておきます。島津は100だよね。 OK で、朝廷外交は秀明自らやっていて、ここは結城に対して工作をしっかり入れておきましょう。幸長が死亡か。大谷義継も死にましたね。ご命令くだされ、報告いたします。先月の収支です。報告いたします。
谷との同盟が待ってくるか、大谷のすぐ亡き後の大谷家とは、まあ、面倒なのでもう同盟を結んでおきましょう。大谷家仮に潰したとしても武将なんてほとんどいないよね。武将1、武将ここは3ですね。なので、まあ、これは大谷義継の友情にすがりましょう。今は亡き、どっちかっていうとやっぱり石田とね、今だと結城がとても心配なので、そこにね全力を注いでいきます。画面の右側、結城の信頼状態のまま言うことが徐々に上がってきてますね。ご命令くだされ、報告いたします。先月の収支です。報告いたします。始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。結城と石田は今なお戦闘中のようなので、この状態を維持してもらって、結城がご命令くだされ、報告いたします。しっかりね、先月の小早川と同盟を結んでもらえる状態を維持しておきたいなと思います。石田はどうなってる？まだ信頼100あるね。大丈夫だね。ご命令くだされ、報告いたします。先月の収支です。報告いたします。これで結城に援軍が頼めるようになって40になりました。毛利と島津が多分小競り合いをずっとしてると思うんですが、まあ、そこにはもう不干渉でいきましょう。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。おそらくもう一回は結城に贈り物を送らないと信頼関係が崩れて戦争になるんじゃないかなと思うので、ここは家宝を買っておきます。7等級のものが一番いいものでしたね。ありがとうございました。くだされ、報告いたします。まあ、前回福島正則も死んで、今回小西行長も死んでってなるとね、徐々に関ヶ原を生きた武将たちが死んでいってますからね。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。さあ、結城に6ヶ月の同盟が結べるようになりました。ただここはもう8ヶ月の同盟を結びたいので、信頼状態を維持しながら80まで持っていきましょうっていうところで、稲葉正成が死んだか。さてさて、これは困りましたね。表情を始めましょう。報告いたします。忘れないうちに外交で贈り物を送ります。でその上で新たにね任命していかなきゃいけないんですが、小田原城の徳永を新しい軍団長に任命して、稲葉正成の代わりにここをしっかり収めてもらいましょう。
命令くだされ、報告いたします。先月の収支です。報告いたします。さあ、勇気はこれで。24ヶ月の同盟が見えてきたなというところで三成が死ぬか。三成が死ぬと婚姻同盟がどうなるか、ちょっとよくよく見極めが必要ですね。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。贈り物が間に合うのか。どうなってる。信頼関係はあるとなると同盟だな。破棄、同盟はできない。遠赤関係にあるから大丈夫なんだな。ではこのまま進めましょう。石田はね、過去前科も、ちょっと待ってね、石田が今赤くなったな。やっぱりそうだよね。ご命令ください。婚姻同盟が無根だったでしょ。いや、そうなると思ったんだよ。先月の収支です。報告いたします。だから怖かった。よし、石田と同盟は結べましたね。24ヶ月、怖かったな。今の間に宣戦布告されると終わりですからね。さあ、そしたら忘れないうちに勇気とも同盟を結びましょう。宿敵の勇気、さあ、勇気との同盟がなるのを前提に軍を起こしていきます。ちょっとね、退屈というか面倒な操作が入りますが、武将のいる城からは軍を起こして、いよいよ徳川攻め、総仕上げを始めていきます。いや、ここまでこぎつけるの長かったですね、本当に。まあ、何度も何度も裏切りにも遭いましたしね。やっぱり石田に裏切られたっていうのがね、一番その手戻りした部分にはなりますよね。石田との同盟を復活させるために奔走しましたからね、本当に。さあ、これでただ軍勢をバンバン送っていって、前線におそらく20万規模の軍勢を展開できると思うので、そうなってくると一気に徳川の城、残り20個ぐらいだと思うんですけど、このうち 4,5 個をまずはかすめ取れるかなと思ってます。で、残り10個ぐらいになってくると、もういよいよね、戦力差というのが出てくるんで、加速度的に攻略は進んでいくと思ってます。からなる軍勢を動かすにあたっては、当然その兵糧とかね、そういう問題も出てくるんですけど、まあまずは気にせずに前線に部隊を送り込みましょう。で、時間がもしかかるようであれば、まず石田に関しては再び婚姻同盟を結んでいきます。で、結城に関しても場合によってはもう婚姻同盟に持ち込む。もうとにかくね、徳川を潰すっていうことだけ、それを宿願にやっていきましょう。このチャンネルで、戦国立志伝以外のね、他の信長の野望とかでもお話してると思うんですけど、僕は反徳川、アンチ徳川なんでね、もうここはね、アンチ徳川に徹底的にこだわって、徳川を潰すためだったら手段は選ばない、そういう断固たる決意でいきましょう。さあ、これでほぼほぼ尾張から西の軍勢は
武将の入っている城からの出陣は完了したはずです。ここで武将になってくれる姫が生まれてくれたか。これはありがたいな。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。出陣していきましょう。もう遠慮はいらないというところになるので、であんまりねその石田を頼りにしてても全然進まないんで、過去の経験上石田は頼りにせずに、石田の周りの城で小競り合いをしておいてもらいましょう。その間に他の徳川の城をねかすめ取るっていう作戦でいきます。ちなみに外交の状態を確認しておくと、工作中で大丈夫だよね。島津は工作の必要がないというところで、武将の数が補充できなくなってきているところはありますけど、大谷義次はね、隣接しているところは、まあ、ないといえばないので、まあ、いざとなれば叩けるかなというのもあるので、もう工作の必要はないですね。攻めが始まりましたね。これで蒲生隊が満期城か。まあ満期城は敵が我が城内に向かっております。蒲生隊1万であれば、まあ、徳川の城を攻めていく中で表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。千葉を完全に平らげましょう。その上で九州四国、あとは丹波方面から出兵させている部隊も順次戦線に投入していきます。始めましょう。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。落ちましたね、元桜。出るぞ。下り山城も落ちたな。逃げるなら今のうちだぞ。ペースを逃さずにガリガリ攻めていきます。全体の兵の動きが分かるようにちょっとね引いて進めていきましょう。ご命令下され。報告いたします。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。誰が捕獲されてる？亀井が捕獲されてるのか。ただここは取り返せるでしょ、十分に。出陣
します。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。出るとするか。出陣します。出陣する。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。かしこまりました。よし、小田城取りました。ちょっと小田城残り1万5000ぐらいと数は少なめなんですが、このまま北進させます。で、九州からの軍勢も到着しているので、これはさらにさらに北へ北へと登っていきましょう。一気に事態が動きますね。まあ、結城との同盟がやっぱり大きいかな。どうかおとなしくしてください。また死人が出るか。捕虜にした武将をいかに味方に引き込めるかっていうのも報告いたします。ポイントになりそうですね。先月の収支です。報告いたします。気がしないな。かっこいい手を使った。味方が捕らえられました。あの辺りはね、しっかりしっかり対応してもらうしかないからな。承知いたしました。結城家を名士として石田家の打倒を目指す反石田連合が結成されました。といってもここはね、我関せず、どちらにも属させていきましょう。あくまでも目的は徳川家の滅亡なので、ここはね、その結城と石田のいざこざに巻き込まれないっていう。あとは軍をいかにうまく動かしていくかだな。効率よく。かしこまりました。兵糧が不足してきているところが出始めてるな。敵将捕らえました。秀明も出陣していきましょうか。逃げ道などないぞ。残る徳川の城決して多くはないですね。もうこのまま一気に飲み込んでいきましょう。まあちょっとね、その結城と加藤義明も死にましたが、同盟を結ぶなんて邪道なんじゃないかっていうね、ちょっとお叱りの声をいただきそうなんですが、報告いたします。とにかくもう徳川を滅ぼすこの戦いにケリをつけましょう。報告いたします。失
施陣しよう。情報がちょっと不足してきてるかな。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。あなたたちに勝ち目はありません。敵将捕らえたり。ここがちょっとガラガラになってるな。誰も攻める様子がないんで。やるとするか。内藤が守る。すいません、未登場ですね。高橋も死んだか。出陣したばかりなのに死んじゃいましたね。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。大谷勢が出陣してくるか。ここで我が領内に敵が迫っております。16,000。これが攻めてくる。捕らえきれるのかって話だね。もう民情がちょっと軍勢の数が足りてないか。あとは武将の数も足りてない。どうする。ここは仲介してもらう。いや、16,000の軍勢か。武将さえ残っていてくれれば十分に撃破ができたんだけどな。ちょっと武将が今どこにも余裕がなくていないので、どうしようもないね。かといって大谷勢にこの城を奪われるわけにいかないので、停戦しよう。大谷めやってくれるな。負ける気がしないな。敵将捕らえたり。敵将捕らえました。囲むのです。出るぞ。よし、だいぶ進んできたので、ここで忘れないうちに。ご命令を報告いたします。報告いたします。先月の収支です。毛利に報告いたします。敵将捕らえました。表情を始めます。報告いたします。表情がね、各先月の収支です。軍団で不足してきている感じが見て取れますね。出るぞ。スタッフシャフト必ずや勝つ。兵糧が完全に不足しきってるけど、ここはただこのまま攻めきれるところまで攻めきりたいんで、多少無理な強行軍になったとしても進めていきましょうというところではあるんですが、時間がちょっとねいい時間になりましたので、一旦ここで終わりにして、次回、最終回ということで、徳川攻略戦
続きをプレイしていきたいと思いますので、次回の最終回ぜひぜひお見逃しなくよろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。